こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は試飲会。私の以前から計画しています3種類の梅酒の味比べ10カ年計画、すなわち梅を青いまま漬けた青梅梅酒、同じ青梅を追熟させてから常温で漬けた梅酒、そして同じ青梅を追熟させて冷凍させてから漬けた凍結完熟新酒法の梅酒、この3種類の梅酒を定期的に飲み比べして、どの漬け方で漬けると美味しいのかを見極めていく計画。この度梅酒たちを仕込んでから2年の歳月が過ぎ去りましたので、今日は第4回目の味比べを行っていきたいと思います。では味見をしていきます。左から青梅梅酒、常温の追熟梅酒、凍結完熟新酒法の梅酒。ではそれぞれ継いでいきます。告げました。では飲んでいきます。うん、普通の梅酒、桃の香りでも梅の香りもある。そして遠くにバナナの香りが、飲んだ瞬間からふわっと香る。やはり梅と桃とバナナの香り。やはり常温の方は香り方が少し重い感じが。結論が出ました。3通りの漬け方で漬けた梅酒の味比べ10カ年レース第4回目の対決、結論は、この3種類の梅酒は方向性が違うけど、どれも同じくらいに美味しい。すなわち、三者三つどもえの引き分けです。まず、青梅梅酒について。端的に言うと、普通の梅酒の味です。市販品としてもよく売っている梅酒の味。酸味が一番強く、梅らしい夏バテを一気にスッとさせるような爽やかな香り。次に常温の追熟梅酒、青梅梅酒に比べて梅らしい香りや酸味はやや劣る。その代わりに追熟した梅らしい桃を思わせる香りが入っています。遠くにはなぜかバナナの香りもかすかに漂います。そして凍結完熟新酒法の梅酒、常温の追熟梅酒と同じく梅と桃とかすかにバナナの香りが漂います。そして凍結完熟新酒法の梅酒には少し紅茶を思わせる引き締まる香りも混ざっている。でもその紅茶の香りはそんなに濃いわけではなくて、常温の追熟梅酒と決定的に優劣をつけるものではない。そして常温の追熟梅酒と凍結完熟新酒法の梅酒にはやはり香り方に違いがあります。凍結の方は香り成分の揮発性が高く、口に入れた瞬間に一気に香りが拡散する感じです。ただこちらの方は最初に一気に香りが霧状に拡散した後、割とスッと香りが立ち去ってしまう感じです。飲み始め重視の香り方ということです。常温の方は香り成分が固まったような感じで、飲んだ後に少し舌の上でほぐすことによって香りが立ち始める感じです。飲み始めてから香りが広がるのに少し時間がかかるけど、後味の方まで香りが持続するようです。1年目の試飲で述べたのと同じに、やはり常温は香りが重厚で、凍結の方は淡麗であるということですね。重厚にも淡麗にもそれぞれ良さがあり、どちらが優れているとは言えないと思います。もしかしたら常温のと冷凍のとを半々ずつに混ぜてつけたら、序盤も終盤もカバーした
充実した梅酒が出来上がるかもしれませんね。さてここで、これまでの歴史でけなされ気味であった常温の黄色い梅酒の名誉回復を図りたいと思います。凍結完熟紳士法の紹介文では、黄色い梅は冷凍させて漬けてこそその香り成分を引き出せるというような書き方がよくされるのですが、2年目の今では凍結のも常温のも全体の香りの濃度自体は同じくらいであるように思います。どちらも本物の追熟梅の 50% から 70% くらいの香りが液体に染み出していると思います。キリンビール株式会社では凍結完熟紳士法の効果を少し大げさに褒めているのかもしれませんね。ただ凍結完熟紳士法には梅を漬けてから1ヶ月から半年という早い期間で十分に味を引き出すことができるという利点もあるそうです。確かに最初の頃の味比べ対決では凍結完熟紳士法の梅酒が一番香りが芳醇でした。そりゃ商売物として梅酒を売る人からすれば、貯蔵期間を短くして出荷できたら嬉しいでしょうね。凍結完熟紳士法の論文は価値のあるものだと思います。でも一般人は梅を冷凍させなくてもずっとお酒に漬けておけば十分に味や香りを引き出した梅酒が飲める。それから2チャンネルの果実酒スレッドのテンプレでは、常温の黄色い梅の梅酒のことを青梅梅酒に比べて爽やかさが少し下がるなどと貶めた書き方がなされていますが、それはこのテンプレを書いた人がいかにも青梅らしい爽やかな味が好きな人であったということなのでしょう。常温の黄色梅酒の少し酸味や青梅らしさが下がるけど、桃の香りが加わった味も良いものです。なので黄色い梅を常温で漬けるという技法は大いにありなのです。2年目の味比べの全体的な結論としては、青梅梅酒は酸味が一番強いし、青梅らしい香りも強い、つまりは爽やかさに一点突破したような味、そして梅、桃、バナナの香りが重厚に香る常温の黄色梅酒、梅、桃、バナナ、紅茶の香りがふわーっと香る凍結完熟紳士法の梅酒、これらには方向性の違いはあれど優劣の差はないと思います。同じ味の梅酒ばかり飲んでいると飽きるし、買った梅を3等分してそれぞれ違う漬け方で仕込むのも気分が変わっていいと思います。それでは今日の試飲動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。